はい、プレーボールどうも野球人です。巨人ヘルナンデスが骨折で離脱、代役はドラ1外野手へということでございまして、はい、まあ、今日ですね、巨人中日との3連戦、まあ、1勝1敗と迎えておりまして、ここを取ってね、しっかりと勝ち越していきたいところでございまして、まあ、試合展開はね、常にリードを保ったまま勝利、まあ、ただですね、試合中に巨人の助っ人ヘルナンデスが負傷交代で、試合後にね、どうやら骨折というところが診断されております。まあ、ちょっとね、本当に相当な痛がり方でございましたんで、厳しいだろうなっていうところはありましたが、まあどうやらね、離脱は確定、まあ本当にね、心配なところでありますが、まあただね、代わりに上がってくる選手っていうのももうね、指名されておりまして、まあ後半はその辺もお話はしていきますが、まあではですね、記事の方から見ていきましょう。はい、巨人ヘルナンデスが骨折へ離脱。巨人ヘルナンデスが左手骨折のアクシデントに見舞われた。菅野の好投で中日に連勝、貯金を再び10の大台に乗せたが、巨人阿部監督はヘルナンデスについて、手首骨折、俺の心も折れそうだよと明かした。冗談言ってる場合じゃないよ、ここまで牽引してくれたのもあるだろうし、それくらい痛いよねとショックを隠せなかった。勝って浅野を昇格させると明言した。連勝で再び波に乗るチームだが、大好調のヘルナンデスが5回守備でアクシデントに襲われた。ワンアウトから木下が打ち返したライナー性の打球がヘルナンデスが守るセンター前に飛んだ。この打球に対してスライディングしながら補給を試みた。この時左手にはめたグラブが人工芝に引っかかり、手が逆方向に曲がるような形でそのまま倒れ込んだ。慌てて選手スタッフらが駆けつけると、スタンドも思わぬ事態に騒然。すぐにグラウンドには担架が運ばれ、青シートで囲まれながらベンチ裏に移動、そのまま交代していたということになっております。はい、というわけで、まあヘルナンデスがね、今日ね、負傷交代、まあ、本当に痛そうでありましたし、曲がり方とか見てもね、まあ、ちょっとこれは厳しいんじゃないかというところでありましたが、まあやはりね、試合後聞いたところ骨折、まあ、長期離脱っていうところは確定かなというところでございますし、まあ残りシーズンも少ないんで、まあ、今シーズン絶望の可能性はかなり高いんじゃないかなというところでございます。まあなんでちょっとね、優勝争いの中で想定外の離脱というところでございますが、まあではですね、このヘルナンデス、どういう選手かっていうところ改めて確認していきましょう。はい、では見ていきましょう。エレイ・ヘルナンデス、来日1戦目。1994年11月21日まで29歳。185センチ、89キロ。ポジションは外野ファースト、右投げ、右打ち。2011年アマチュア FA でMLB入り。今月ポワー約5000万円と、まあ途中補強といえどね、結構安く引っ張ってこれた選手。ロイヤルズで2018年にトリプル A 8昇格。19年は結果を残せず FA となると、翌年は新型コロナの影響でマイナーが中止。どのチームとも契約せず。それでも2021年からはレンジャーズとマイナー契約を結ぶと、一昨年はトリプル A で好成績を残して MLB デビュー。さっきはマイナーでの主張が続き、 MLB 昇格とはならず、今季もレンジャーズをマイナーでプレーしておりましたが、リリースとなって巨人が5月10日に獲得を発表。ヘルナンデスね、 MLB の通算は14試合1割8分2厘で OPS0.442 と、あまりメジャーの実績はない選手、まあ、それでもトリプル A ではね、昨年2割9分8厘 OPS0.838 としっかり成績残しておりまして、まあ、さらに最多安打最多2塁打をね、放っていた。で、昨年オフのね、ドミニカウィンターリーグでも2割8分4厘 OPS0.774 と、まあ、伊達のドミニカウィンターリーグでも結果を残していて、でスプリングトレーニングでもね、22試合で2割4分2厘 OPS0.718 と、まずまず活躍しておりました。まあただ開幕ロースター入りとはならず、今シーズンはトリプルAでプレー、20試合で2割8分9厘で22アンダー OPS0.860 と、まあしっかりね、今シーズンもいい成績を残していたところで巨人が獲得。まあ身体能力が高く万能型をね、中距離打者っていうイメージでありましたが、まあ退団したオドーアに代わって力になってくれることに期待されておりました。ですぐね、来日してくれて2軍戦では3試合打率1割 OPS0.282 と、まあ2軍ではちょっとね、試合に出ておりましたが、そこまで打てていたわけではなかった。まあなんでもうちょっとね、調整も必要なんじゃないかっていう声もあったんですが、まあただ阿部さんは交流戦初戦から1軍に合流っていうのを決断。まあそこを含めてここまでの成績っていうところで見ていきましょう。はい、じゃあ今期ですね、成績見ていきましょう。ヘルナンデス今期1軍成績、来日して1軍ではですね、5月に合流、16打数5安打1ホーマー、打率3割1分3厘で OPS0.915 と、まあ交流戦からね、いきなりスタメン起用でございましたが、それに応える活躍、まあ順調なデビューっていうのを飾っておりました。で、6月は88打数で31安打3ホーマー、打率が3割5分2厘で OPS0.906 と、まあ5月のね、勢いのまま6月もしっかりと駆け抜けて、まあ高打率で OPS も 0.9 台、本当に勢いが止まらず神助っ人が来てくれたなというところでございました。で、ただ7月はね、状態が落ちておりまして、78打数で19安打2ホーマー、打率が2割4分4厘で OPS0.687 と、まあちょっとね、7月は徐々に対策っていうのもされてきておりまして、状態はね、落ちていたんですよね。まあそれでもね、打点の高シーズンで言うと全然リーグ平均以上の成績ではありましたし、こっからね、また持ち直してくれればというところでございました。で、そういう中で8月は39打数で10安打2ホーマー、まあ打率2割6分6厘 OPS0.729 と、まあ8月はね、少し状態っていうのは上向いてきておりまして、 OPS もね 0.7 台に乗っております。まあ7月とそこまで変わんないっていうところはありますが、まあでもね、しっかりといい当たりっていうのも増えてきておりましたし、こっからね、
復調かというところはありました。で、経緯見ていくと221打数で65安打8ホーマー、打率が2割9分4厘でオーベス0.798と、はい、まあね、5月から入ってきてくれて、しっかりとね、打率もハイアベリージを記録、まあ、オーベスも 0.8 近くというところでありますし、まあ、打点の今シーズン、それでね、センターを守れるというところで言うと、もう本当に助かっておりましたし、で、これはチームで言うとね、打率は2割9分4厘、今日の試合時点では、丸選手よりわずかに勝っておりますんで、チームトップ。で、OBS もね、岡本選手のすぐ下につけておりますんで、チーム2位ということになっております。まあなんで本当にね、彼に関してはチームに欠かせない選手でございましたが、まあそういう中で今回怪我で、まあ離脱というところになっております。で、さらにそういう中で、巨人のセンターですよね。まあこのところはね、彼がずっと守っていたというところはありましたが、まあその辺も見ていきましょう。で、巨人のセンターっていうところで線を見ていきましょう。まあ、巨人のセンターの成績10イニング以上ね、守っている選手で言いますと、まあ、まず100イニング以上で見ていくと、まあ、ヘルナンデスがね、やはりぶっちぎりで多く守っておりまして、443.1 イニング。で、まあ、しっかりね、チーム1位の打率、そして OPS はね、2位というところで頑張ってくれておりました。まあ、ちょっとね、守備の指標は良くはなかったんで、あれなんですが、まあ、でもしっかりと打撃の方で大幅なプラスを出しておりました。で、次に守っているのがオコエですね。176.2 イニング。94打席で22安打1ホーマー、打率が2割5分3厘、オペス0.634と、最昇格してからね、しっかりとアピールができておりまして、ヘルナンデスが抜けたところで、結構ね、守ることも多くなってくるんではないでしょうか。で、佐々木選手が145打席で31安打、打率が5割6分0厘、126イニング守っております。で、萩尾選手も155打席で2割1分1厘、オペス0.604、109イニング守っております。まあ、ただ共に2軍。で、立岡選手が、93打席で18安打、打率が2割3分1厘、オーベス0.563、48.2 イニング守っておりまして、で、浅野選手が開幕直後、18イニングほど守っております。で、まあやっぱこうやって見ていくとですね、まあ、ヘルナンデス以外っていうのは、オーベス0.5台、6台の選手ばかりでございますんで、やはりこの辺は非常に厳しい事情になっておりまして、彼がね、来ていなかったら、やはりセンターは厳しいままだったのかなというところではありますよね。まあただね、今回ヘルナンデスが抜けてしまうというところで、まあ、彼らでカバーしていかないといけない。で、そういう中で、今回ですね、ヘルナンデスの代わりに上がってくるのが、まあ、浅野選手でございます。まあ、もうね、上がってくるっていうことは明言されておりますし、まあ、ついにというところでございます。まあね、浅野選手、昨日もね、お話しいたしましたが、2軍では270打席で61安打8ホーマー、打率が2割5分5厘、オーベス0.727と、まあ、しっかりですね、好成績を記録。まあ、さらにどんどんですね、右肩上がりに状態が上がっておりまして、8月はですね、なんと打率4割6分2厘、オーベス1.154と、もうね、とんでもないくらいの好調。まあ、昨日のタイミングでもね、上がってきていてもおかしくないぐらいの状態でございましたし、まあ、一体いつ上がってくるんだろうっていうね、お話もしておりました。まあ、あとはね、萩尾選手も状態いいよっていうところでありまして、まあ、どっちかね、チャンスが回ってくるんじゃないかという中で、まあ、今回託されたのは浅野選手。まあ、やっぱね、期待されているっていうところもあるとは思いますし、開幕一軍もね、入っていた選手でございますんで、まあ、思わぬところで、チャンスがね、巡ってきた形になったのかなというふうに思います。まあ、なんで、ヘルナンデスが抜けたのは、厳しい以外何者でもないんですが、まあ、なんとかね、その穴を埋めてほしいなっていうふうに思いますし、まあ、上がってくる浅野選手、まあ彼もそうですが、まあこのところね、状態が良かったオコエ選手あったり、まあそれ以外もね、2軍で今、状態の良い外野手っていうのは多いんで、まあいろんな選手を試す機会ではあるのかなというふうに思います。まあレフトも岡本選手をね、多く使っていたっていうところもありましたし、まあその辺もね、プラスに働いてくるんじゃないかなというふうには思いますんで、まあ今いるね、選手たちで少しでもね、この穴が小さくなるような活躍っていうのに期待かなというふうに思いますが、はい。というわけで今日は以上ですね。最後ネットでの反応を見て終わりましょう。はい。ではネットでの反応を見ていきましょう。本当に厳しいし悔しい。今の巨人にはなかったピースを埋めてくれて、襟がいてくれたことで勝ちを取れた試合がどれだけあったか、戦力的には苦しい。しかし相手センターは若手にとっては砲が名を上げる絶好の機会だし、最近不振の風間も襟の分も復帰しなくちゃ、襟のために優勝しようということで。はい。まあそうですね。まあやっぱね、本当にヘルナンデスの離脱っていうところ、まあ安倍さんもね、ちょっと俺も心が折れたというところを言っておりましたが、まあそれぐらいのね、出来事かなというところでございます。まあ本当にね、5月から入ってきてくれて、活躍っていうのを続けてくれておりましたし、まあ、なくてはならない存在でございました。まあ、当然来シーズンの契約、いや複数年契約結んでもいいんじゃないっていうくらいにね言っていた選手でございましたが、まあただ今回ここに来て離脱、まあやっぱね優勝に向けて間違いなく必要な戦力ではありましたし、まあちょっと彼がいない打線を想像するだけでゾッとするというところでございますが、まあただね怪我をしてしまったものは仕方ないですし、まあ今いるね選手として埋める必要はある。まあこの離脱がね逆に若手であったり、まあ、あとはねレギュラー陣のカンフル材料になってくれればね、ヘルナンデスもここで離脱で悔しいところはあるでしょう。
ところが、まあ、少しは浮かばれるかなというところもあります。まあ、あとはね、モンテスも外野もね、守るっていうところも言っておりましたし、まあ、もしかしたらね、彼もチャレンジさせるとか、まあ、そういったところでもいいのかもしれません。まあ、とにかくね、できる手段すべて使って、彼の穴をね、しっかりと埋めていくという作業は必要でございますし、まあ、それでね、すべて穴が塞がるかというと、まあ、そうではないですし、戦力にとっては間違いなくマイナスでしかないんですが、まあ、でも、なんとか残り40試合、それで戦っていく必要はありますし、まあ、首脳陣って言ってもね、こういう時こそね、腕の見せ所かなというところでございますんで、まあ、しっかりとチーム全体で、このままの状態を維持して、最終盤の優勝争いへといったところではないでしょうか。一方こちら見ていきましょう。新岡の離脱からアスターになった坂本勇人みたいに、一気に浅野がセンターのレギュラーになってほしいということで。はい、そうですね。まあ一方ね、ヘルナンデスの代わりに上がってくる浅野選手。まあ本当にね、2軍で状態良かったんで、上がるタイミングとしてはですね、まあバッチリなのかなというふうに思います。で、まあいつね、上がってくるんだろうっていうふうに言われていた中で、まあ今回ヘルナンデスが離脱。まあ本当にチームとしては痛いんですが、ただ浅野選手自身にとってはめちゃくちゃチャンスではあるんですよね。まあ怪我で出遅れてしまったっていうところはありましたが、まあそれでもね、本当状態がどんどん上がってきていて、まあ1軍でもね、ある程度やれるんじゃないかなというところはありますし、まあ去年もね、少しね、1軍で使って結果が出ていたっていうところもあったんで、まあやっぱね、期待せずにはいられない。やはりこう、レギュラーを取る選手っていうのはね、こういった主力がいなくなった時にしっかりと出てきてくるっていうイメージはありますから、まあ浅野選手もね、そういったところしっかり取ってほしいなというふうに思いますし、まあヘルナンデスが戻った時にどうやって浅野選手をね、一緒に使っていこうかっていうぐらい悩ましてほしい存在になってくれればなというところでございますし、まあそのぐらいのポテンシャルは間違いなくある選手だとは思いますんで、まあここで取らないとね、一取るんだっていうところで、まあ浅野選手、まあ次ね、大事な阪神戦を迎えるわけでございますが、まあ、あげるなら積極的に使ってほしいなというところでございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。